毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今回もね、動画をお届けしていきたいなと思います。今回ね、2点ほどお話しさせていただきます。で、まず1点目ですね、本田圭太撮影事務所のですね、ちょっと進捗の状況ですね、お話ししてみたいなと思います。あとは2点目なんですけれども、ちょっとね、最近ね、ちょっと一つニュースがあってですね、ちょっとね、そちらの、お話ね、してみたいなと思います。まず1点目ですね、本田圭太撮影事務所の進捗についてなんですけれども、現在ね、2022年の1月と2月に関してはですね、ちょっとね、撮影の方落ち着いているので、こちらの、1月2月のこの2ヶ月間を使ってですね、ちょっと本田圭太撮影事務所の事業計画を、より具体的に固めていきたいなと思っております。こちらね、ちょっと、事業の地盤を固めるといいますかですね、そういったね、2ヶ月にしたいなと思います。で、ちょっとね、大きいところで、ちょっとね、1点、すごいです、助っ人といいますかですね、ちょっと事業コンサルの方をですね、今回ね、正式にちょっとご依頼させていただきましてですね、そう、そちらの方とかもちょっと紹介したいなとか思っているので、まあね、こちらの、チャンネルの方でも、ちょっとご紹介できたらいいかなと思っております。で、今回ね、そう、事業計画というか、このね、事業コンサルの方ですね、ちょっと入っていただいてですね、まあ本田圭太撮影事務所をですね、より良い会社にするためにですね、ちょっとなんて言うんでしょうね、指南と言いますか、なんと言いますか、ちょっとね、助言いただいたりとか、まあこういうことをしていこうとかね、いろんなね、ちょっとアイディアとかをいただいたりとか、まあ自分はこういうことを考えているんで、具体的にどうやって動いていこうとかね、いろいろね、ちょっと相談乗っていただきたいなと思っております。本当にね、その事業計画、まあ本当に、大事なところなので、本当ね、その会社がどうなっていくかとか、まあ今後どんなビジョンを描いていくのかとかってね、すごくね、大事な部分になっておりますし、まあね、そこが決まっておけば、あとは突っ走るだけ、まあだけじゃないんですけども、あとはね、そう、それに向かって、そう、そうじゃない、こうじゃないみたいなね、こっちだみたいな感じでね、自分の進むべき道が、そう、分かりやすくなってですね、よりね、強い道を進んでいけるかなと思っておりますのでね、こちらの、まあ、2022年の1月2月この冬に関してはちょっとね、地盤を固める時期かなっていう感じになってます。まあ、引き続きその、なんだろうな、写真撮ったりとかはしてはいるんですけれども、まあ自分のね、その太い線でいくと、まあやるべきことは、まあ事業計画の方を進めていくことかなと思ってます。まあこのね、本田圭太撮影事務所、本当にね、いい会社にしたいなと思ってますし、もっとね、まあ僕今一人しかいないんですけども、今後ね、もっともっと展開していきたいなと思っておりますので、そちらの方もね、どんどんやっていきたいなと思っております。で、1月2月それで、撮影の仕事は落ち着いているんですけども、作品がね、作品撮りの、ちょっとお話がね、ちょっと面白いのがちょっと来てるんで、そちらの方もね、ちょっと撮影してみたりというか、まあ撮影するんですけど、そう、そちらの方もね、なんだろうな、その作例とかもね、ちょっと今後展開していけるかなと思っておりますので、ぜひともね、楽しみにお待ちください。そう、作品撮りっていうのがね、実は僕自身も、そう、ずっとね、そう、仕事で写真撮ってたんで、まあ映像はまあ最近始めましたけども、そう、写真っていうのはずっと仕事でやってたんで、本当に自分の好きなように自分の表現したいようにっていうね、そういった写真撮影ってあんまり自分的にはね、やってこなかったこと、やりたかったんですよ、すごいやりたかったんですけども、やっぱりその、なんだろうな、生きていくためにはね、もちろんお金必要じゃないですか、ね、って言ったところですよ。本当にその写真を楽しんで、まあこれならどうだっていうね、ちょっと写真とかを撮っていきたいなと思ってますし、まあもちろんその力みすぎずに、まあ楽しんで写真を撮る、まあ写真を撮る喜びですよね。そう、写真っていうのはやっぱりコミュニケーションなので、まあそういったね、ところを皆さんにね、より楽しんでいただけたらいいかなと思いますし、僕自身もね、その写欲、写す欲ですねそう、写真を撮る欲をね、どんどんアップさせていきたいなと思ってますので、そういった作撮りですね、もうちょっと1月2月でちょっとやっていきたいなとも思っております。では、2点目ですね、ちょっとね、一つね、ニュースがあってですね、そちらのちょっとお話をしてみたいなと思っております。
で、まあ結論から言いますとですね、ちょっと楽器店の話になるんですよね。山の楽器ロックインですね、新宿店がですね、2022年3月13日ですね、そう閉店するというところで、なんでお前撮影事務所なの、楽器屋の話すんのっていう感じだと思うんですけど、僕ね、そう、もともとミュージシャンになりたかったんですね。まあ大阪出身で、学校も音楽関係進んでですね、まあ僕はエレキベースというね、楽器を弾いててですね、それでちょっと一発当ててやろうというところで、東京にね、上京してきたんですけれども、そこで、そう、活動エリアの拠点にしてたのが、まあ楽器店に、勤務してたんですよ、実は。そう、それで、もうそのロックイン新宿店といったところに、まあ、まあ、アルバイトという形でです、なんですけれども、まあ、週に何回か働いてですね、まあ、生活の基盤を、作ってたような感じになります。まあ、そこで、まあ、音楽活動をしながらですね、そちらの、そのアルバイトをしながら、生計を立ててですね、本田圭太は若い頃、というか、まあ、20代の頃ですね、そんな感じで、そう、音楽にね、なんですかね、もうガッツを出してたわけですね。で、まあ、そのロックイン新宿っていうところで、まあ、その新生堂のロックインっていう名称だったんですよ、初めは。で、ちょっとね、まあ、いろいろあって、ちょっと名称が変わってですね、ちょっと山の楽器に、そうなってですね、山野の、まあ、ロックインになったっていう形になってるんですけれども、なので、まあ、入社といいますか、入った時は、新生堂ロックインで、まあ、退職した時は、山の楽器ロックインみたいなね、山野のロックインという感じだったんですけれども、そう、そこで、やっぱね、その、いろんな人に出会いましたね。まあ、プロミュージシャンの方であったりとか、で、まあ、今ね、この撮影事業をしてるっていうのもね、実はね、この、ロックインが、そう、きっかけになってるんですよ、実は。ね、ここの話するとまた、もう一本以上の動画になっちゃうんでね、ちょっとね、この内容に関しては、またね、ご興味あられる方いらっしゃったら、またちょっとね、お話ししたいなと思ってるんですけども、そのですね、まあ、僕の人生を大きく変えたですね、東京生活の、もう、ね、あってはならない存在だった、このロックイン新宿店がですね、まさかのこの閉店というところですごくね、本当にちょっとショックで、いつかね、そう、まあそのいつかがね、その遅かったんですよね。そのまあ僕も事業がね、その軌道に乗ってですね、まあちょっとお金も少し余裕が出てきたら、またね、そのロックインでですね、まあお世話になった分、いいギターとかいいベースちょっと買いたいなっていう、ちょっと夢は一つあったんですよね。まあそこもちょっとね、まあでも、まあその山の楽器自体がね、そう、なくなるって言ったわけではないので、まあとは言ってもやっぱりね、僕はちょっとロックインに対するちょっと思いがすごく強くてですね、まあね、そういったところはあるんですけども、ね、まあやっぱお世話になった人、そういった方たちのこととかもね、いろいろ考えたりとか、しちゃうとですね、なかなかちょっとやっぱ胸がちょっと痛くなってるっていうのがね、ちょっと今の正直な僕のちょっと感想です。ね、ちょっとね、まあいろいろやっぱりね、このコロナ禍で本当にいろんな企業、まあ僕もそうなんですけれども、本当にいろんなね、大変な時期に差し掛かっているというかね、今本当に大変な時だと思うので、本当にね、もう皆さんでちょっと手を取り合ってですね、助け合いながらですね、本当に、ね、なかなかちょっと暗いニュースにはなってしまいますけども、よりね、ちょっと明るいニュースを、できるだけ届けたいなとも思ってますし、ちょっとでもね、今回はね、ちょっとあんまりにもちょっと、ちょっとショックがでかすぎたんで、ちょっとね、こういった、すいません、ちょっと動画でね、もね、ちょっとお話しさせていただきたいなと思いましたので、そう、僕はね、もともと楽器店でね、働いてたんですよ。本当ね、そこでいろんな方と出会って、っていう形で、ね、ちょっと古巣のお話にはなるんですけども、みんな見てるかい？ちょっとね、そう。そうね、ちょっと、ね、みんなちょっと一緒に戦った仲間とかもね、このチャンネル見てくれてるそうなので、ね、ちょっとね、ちょっとショッキングなちょっとニュースでしたけれども、ぜひね、でもね、下向いてもばっかりもいられないので、ぜひね、そう、一回きりの人生なんで、ぜひね、新しいことにトライしたりとかしてですね、一緒に楽しんで、人生を、突き進んでいきましょう。僕もね、その、本田圭太撮影事務所立ち上げたばっかりですし、本当にね、いい会社にしたいなと思ってますし、ね、ちょっとね、少しでも明るいニュースをね、世の中に配信できたらいいかなと思っておりますので、ぜひともね、僕の方も応援していただきたいですし、僕がね、できることはね、どんどんやっていきたいなと思っていますので、なので、ちょっと、
頑張っていきましょう。っていうかね、みんな頑張ってると思うんですけども、あまり無理なくね、一生懸命ね、やっていきましょうね。必ず努力は実ると思いますので、僕もね、それを信じて、突き進んでいきたいなと思います。でね、ちょっとね、こういった、2つのお話をさせていただきました。本田圭太撮影事務所のちょっと進展とですね、ちょっとコンサル、事業コンサルが、はい、正式ね、入っていただけるという話と、山の楽器ロックインがね、ちょっと閉店というね、ちょっとね、二つのテーマでちょっとお話してみました。またね、ちょっと今後、またね、いろんな話してみたいなと思っておりますし、そうそうそう、サブチャンネルの方もね、立ち上げましたので、そちらの方もね、よかったら見てみてください。概要欄に入れておきますので、また引き続きね、応援の方もよろしくお願いいたします。ではね、皆さん良いフォトライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。じゃあね、バイバーイ。